ング缶全部本当自主制作で CD も自主制作でやらさせていただきました。そのイベント最後になります、各メンバー一人一人にご挨拶させていただきたいと思います。じゃあ、先生から端っこに行ってごめんなさい。すごい困るんやけど。今僕も先生端っこにおると思って。いや、本当この長い時間ですけれども、すごい脇から見てても僕も何曲か参加させてもらって、もうすごいみんなも楽しそうやったし、お客さんもみんな楽しんでくれたと思うので、ラスト1曲はっちゃけて楽しんでてください。よろしくお願いします。次アスは、超パーティーを持って卒業を、無線を卒業するわけなので、それも、卒業の意味も含めての挨拶をお願いします。はい、非常に私事ではあるんですけれども、はい、先ほどゼラルさんからも言っていただいたように、ニコニコショーパーティー2を持って、この、素晴らしいですね、グループモーニング娘。を卒業します。なんで笑ったんや。なんで卒業ってなんなん。なんやろ。でも、こちらの方に習ってドリームモーニング娘という素晴らしい制度、素晴らしい制度がこちらのグループにはあるみたいです。もしかしてドリーム娘だったら同じ赤になるかも。わかりました。はい、なので非常に結構自分としても頑張りたいなっていうイベントではあったんですよ。なかなか男一揆だったりだとか、こう娘の出てるイベントとか動画にこれまで参加ができていなかったので、こうしてこのメンバーで一緒にやらせていただけて本当に楽しかったですし、練習もすごくモチベーション高く、ほんまに大変だったんですよね。もう本当に昨日とか一日中朝から晩までスタジオにこもりっぱなしで、辛い時もあったとは思うんですけど、でもなんかやめたいとかしんどいとかそんなことを言う人も一人もおらず、ここまでやり抜いて結構みんな満足がいく演目ができとるんじゃないかなと個人的には見てて思います。なので僕たちはすごい楽しかったので、あとは今日来てくれた皆さんが心から楽しんどってくれたらなと思います。ありがとうございました。泣きません。この流れ裏で考えてたの。じゃあゲルタンお願いします。すごい関東勢がね意外と少ないので、練習期間とかもすごい短い中でこれだけのことをできたのはすごいと思います。しかじかじさんね、しゃべり担当じゃないんで、最後までよろしくお願いします。じゃあ踊ってきた最強のバーターのクソさんお願いします。そうですね、バーターしてた気したらこんなところにいましたね。いやでもなんかなんつうんですかね、すごい右往曲折というかいろいろあったんですよ。まあアスが辞めるであったりとか、そんなん考えてワンツースリーで開いた瞬間にちょっと泣いてもうって思って、もう練習からずっとノクソ泣きそうだった。泣きそう、ずっと泣きそうで、ずっと言ってた。リハの時なんかさっき僕に踊りながら泣いて。そうなんです、結構それぐらい真剣にやってきたことで、まあ皆さんが今まで行ったイベントで4人の中で一番面白いであったりとか、これから先もそう思っていただけたのであれば本当に嬉しいことだなと思います。本当にありがとうございました。本当にこんな素人10人集めたグループでこれ450人ぐらいの人たちを集めてこういうところで踊れるっていうのは本当にすごいことだと思います。次は、チョーパーティーで会いましょう。僕、喋り担当じゃないし、ちょっと声裏返っちゃうんで、手短にちょっと言いたいんですけど、まあ、泣いてもらっても次が最後の曲なんで、最後まで盛り上がっててください。お願いします。実は僕ハロオタなんですよ。初めて言わせていただくんですけど、で、実はその踊ってみたを投稿した時に掲げた夢っていうか、こういうことできたらいいなと思ってたのは、そのモーニング娘。の曲を男だけで
辿って、それで単独でできることが僕の踊ってみたの中でのもう本当に汗か何か分からない本当に夢があったんです。本当にこういうグループを作って単独ライブしてっていうのが本当に僕の3年間やってきて達成した夢でした。今日はしかも皆さん本当に分かると思うんですけど、僕たち本当に普段から遊ぶメンバーなんです。本当にその本当に何かいつもやってるメンバーで何て言うんですか、これ以上楽しいことがないっていうふうに思って毎日練習とかしてきました。で、それをしたときにこんなにもたくさんの方にその姿を見ていただいたことが本当に幸せです。で、白木さんには感謝の気持ちでいっぱいだし、歌スターの時に多分書いてたと思うんですけど、僕は今回の単独ライブを本当に伝説のライブにしたいと思ってほんまに頑張りました。で、それをほんまに皆さんが思ってくださったら僕は本当に何も言うことはありません。今日は本当に長い時間本当にありがとうございました。スタッフの方々にも後でありがとうございましたというふうにぜひ声をかけていただければ本当に嬉しいと思います。本当に今日はありがとうございました。木村元気でした。やりづらいんですけど間に挟まれたからねまあ僕のことを喋ると、僕は実はモーニング娘。はサマーナイトタウンって曲の頃からずっと好きで、あれはセカンドシングルなんですけど、だから僕がもう小中高もっとぐらいの時からここふんわりしてるからね時から、まあ、ずっと好きで、その時から、学校が終わっては夜な夜なずっと一人で家で録画したビデオを見ながらモーニング娘。の曲を踊ったりしてたんですよね。で、その時にまあ周りにはそんな友達はいなかったので、まあ、友達はいたんですけどモーニング娘。踊ってくれるような友達がいなかったのでで、ずっと僕の夢だったんです。たくさんのこう友達と一緒にモーニング娘。の曲を踊って、ことがすごく昔からの夢で、それがこんなに僕の大好きな友達と、それでこんなに僕たちを応援してくれる大勢の皆さんの前でこんなにいい舞台ができたってことが本当に嬉しいです。本当に北海道の一人なので全然練習にも参加できなかったりいろいろ大変なことはあったんですけど、でも本当に今嬉しいです。今日はありがとうございました。もう一回楽しんでください。一言だけに本当に来てくれたお客さんとメンバーとスタッフの人と変わってくれた人に本当お礼だけ。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫じゃないから言って。野崎さんすみません。なぜ僕が泣き始めたかっていうと、これ本当に仕事とか今忙しくて。なんだ社畜。社畜やはすごい綺麗に言ってくれたんですけど、土日とか返上で練習しに行って他の人働いてるのに こんなことしてていいのかなって
今の職業に就くにあたって自分の話しみんなに感謝って人に夢を与えられたらいいなって思って今の職業を始めたんですけど夢が叶いましたって今言ってくれて僕の夢も一つ叶いました。ありがとう。どういたしまして。じゃないけど、兄ちゃんって呼んでくれた皆さん本当にありがとうございました。いやーすごいですね。おもらい泣きしちゃいました。こっそりですけどね。いやもうおもらい泣きしちゃいました。いや本当に大丈夫兄ちゃん。正直言ってめっちゃいろいろあったんです。本当にもうめっちゃ揉めました。初めて揉めました。このメンバーでこのゲイラン界隈でめっちゃ揉めたんです本当に。で一時期ほんまに僕も結構僕が初めにボンって言ってしまった時があって、でそれでもう僕一番最初に実はやめたいっていうか別になんかもうええわって思ったのが僕やったんですよ。娘をで、それででもみんな大人やからこうやってみんなで議論して会話してスカイプとかでも明日仕事でも明日学校でもみんなでスカイプ会議して、でみんなが納得いく答えをほんまにもう探求してほんまに探し尽くして、でそれでみんなでやっとこのイベントが成り立ったんです。アッツが卒業する時本当に揉めたし、それ以外でも本当に揉めたし、かといって別にアッツが悪いわけで、それで本当にそれはアッツが卒業したのは本当にもうみんなで話し合った結果こういう形になって、で今この舞台があって、で今こういうフィナーレがあって、僕は本当になんかそれがどっか広まったかなんか知らんけど、なんか娘がなんか仲悪いみたいな感じで見られるのもすごく嫌で、本当はめっちゃ仲いいし、なんかそのそこの部分だけめっちゃ引っ張り出されて、なんか仲悪いって言われた時があって、娘仲悪いんちゃうかって言われた時、それがすごい僕嫌で、僕今全くわけわかんない話してますよ。でほんまになんかそれをなんか娘で仲悪いのとか言われたりとかしたりとかして、もうそれが本当に嫌で、なんかもうなんかほんま一時期ほんま踊ってみたが自体がほんまに嫌になって、でもうなんかもうちょっとネットとかから離れたいなとかっていうのも思ってたんですけど、一回大阪のイベントに踊ってみたのイベントで行った時に、踊ってみたのイベントをお客さんとして見に行った時に、関東の踊り手さんとか、あと他の娘以外の踊り手さんとかに、娘単独頑張ってって言って、同じ踊ってみた仲間として応援してるからって言って、見には行かれへんけどもっていうふうに言われて、なんかすごく自分がなんか情けないなと思って、なんかこんだけ踊ってみたって、正直歌ってみたとかそんなよりも全然ネットワークは小さいんですよ本当に。でまあそんなにねランキングも踊ってみたの動画がバンって上行くこともないんですけど、こんだけネットワーク小さいネットワークがこんだけみんな頑張ってね応援してねって言ってもらえるカテゴリーを僕踊ってみただけだと思うんです。でそれを前回のニクフェスでも感じたし、今回の娘でも感じたし、でこういうメンバーと一緒に出会えることも運命やと思うし、やしみんなとこうやってイベントが一緒にできて、ほんで今日ね男性踊り手さん多分皆さん何人か見てらっしゃると思うんですけど、いてらっしゃると思うんですけど、踊り手さんにも手伝ってもらったりとか、こっちとかやったら撮影で文系君が今ここにいてるんですけどとか、みんなにほんまに手伝ってもらったりとかして、ほんで裏でいろんな人に支えてもらったりとかして、それがどれだけありがたいことが、僕らがこうやってステージに立てるのもみんなスタッフのアムゴルのスタッフの皆さんもそうやし、それ以外の関係者の皆さんも本当にありがとうございますっていうのを本当にもう心からもうずっと思ってることで、ごめんなさい長くなって申し訳ない本当に。でもこうやってお客さんが来てくれて、で僕らの投げかけにいっぱいそれ以上のレスポンスをしてくれて、こんだけのイベントを開催できたことを、僕はほんまにこれからずっと人生老後になっても昔おじいちゃんこんなことやってたよねとか、本当にそういう風に言っていけたらなと思います。踊ってみた
ニコニコ動画に投稿することをあの黒歴史なんじゃないかってあのビップストリートがよく立ってますけども僕はそんなことないと思います。このメンバーに出会えてこのメンバー10人でイベントできたことは僕は本当に幸せです。皆さん今日は本当にありがとうございました。去年の10月ぐらいから企画が始まったんでしょうかね。もう5ヶ月6ヶ月経ってやっと今日の日を迎えたわけなんですけども、もうこのステージもそれくらい本当に終わってしまうんですね。すごく寂しいです。さっきてっちゃんが言ってましたように、ここまで来るのに本当にいろんなことがありました。本当にいろんなことがあってどうぞいろんな人に迷惑をかけたし、同じメンバーの今も本当に嫌な思いをさせたかなとかも思ったり、今日のステージも至らない点があったかもしれないんですけれども、それでも少しでも喜んでもらえたかなって自信持ちたいです。僕自身この単独イベントを開催させるまでにいろんな迷いがありました。いろんな人とぶつかったし、楽しくて趣味でやってるはずなのになんでこんな嫌な思いをしなきゃいけないんだろうとかいっぱいあったんですけど、でもてっちゃんが言ってくれた言葉がすごく一つ残っていて、僕がすごく一人で突っ走ってしまっていた時に、せいちゃんが僕らはチームのメンバーである以前に友達なんだと、なんかその言葉を聞いてすごく反省もしたし、そういうパワーを今日つけられたらなと思って頑張ってきました。一応リーダーなんでしっかりしなきゃと思いつつ、いろんな人に甘えさせていただきましたが、本当にいろいろとありがとうございました。迷惑をおかけしました。はい、まあ今こんなでね、本当にラストの曲になっちゃうんですけどちょっと待ってくださいね。あのこう一回ちょっと底上げせんやなパッてなんかすごい、でもごめんなさい、もう一回ごめんなさい、話長くなってしまうかもしれない。今ヒロクさんがメンバーである以前に友達なんだっていうのは、なんやろ、このメンバーだから言えることなのかなって僕は思いました。友達親友ですかね、うんちょっと笑いが起こってしまったので例外にしときましょうか。でも笑い事じゃなくてほんまに親友なんです。こんだけのことを絆で築き上げたイベントだと思うので、皆さんもなんかそういう取り組みとかもしかしたらこれから出てくるかもしれないので、本当に親愛し合える仲間と時間を共有することっていうのをもっと大切にしてください。ありがとうございます。